ブンブン、ハロー YouTube。 どうもマサルです。今回はファーウェイが海外で発表した新型のスマートフォンをご紹介したいと思います。モデル名はオーナー 8C で、オーナーブランドのスマホとなります。主に中国市場向けの製品で、スペック的にはミドルレンジとなっています。ではまずそのスペックを紹介すると、 CPU は Qualcomm のスナップドラゴン632、 RAM は 4GB で、 ROM は 32GB、ディスプレイは 6.26 インチで、解像度は 1520×720 ドット。 このディスプレイは上部にノッチのついたディスプレイとなっています。カメラは背面のアウトカメラが1300万画素と200万画素のデュアルレンズ、前面のインカメラは800万画素、バッテリーは 4000mAh で、 OS は Android 8.1 ベースの EMUI 8.2。 価格については日本円にして約1万8000円となります。その他の特徴としては、デュアルSIMに対応しているほか、トリプルスロットになっていますので、SIM カードを2枚挿した状態でもマイクロ SD カードを装着することができるようになっています。USB 端子はマイクロ B、Wi-Fi は 802.11 の BGN までサポートされていて、AC には非対応となっています。Bluetooth はバージョンが 4.2、3.2Fi のイヤホン端子も搭載されています。ミドルレンジの製品ということで、あまり特徴的な要素がないように思うかもしれませんが、CPU のスナップドラゴン63には最新の CPU で、このオーナー 8C が世界で初めて採用する端末となっています。またバッテリー容量が 4000mAh と多いゆえ、ディスプレイの解像度など低めになっていることもあり、バッテリー寿命はかなり長いようです。具体的にはネット上の動画コンテンツを視聴する際も 12.5 時間の駆動が可能。またゲームプレイにおいても11時間の連続駆動が可能となっています。またこのスペックで1万8000円で購入できるというのはかなり魅力な端末かと思います。残念ながら主に中国市場を目的とした製品のため、国内での発売はあまり期待しない方がいいかと思います。ファーウェイというと、もう間もなくフラッグシップモデルである Mate 20シリーズを発表する予定です。おそらくその中のいくつかは国内でも販売されると思いますが、今回ご紹介したオーナー 8C のように1万円台で購入できるモデルは一つもないかと思います。ファーウェイが最近国内で発売するモデルは価格がやや高いモデルが多くなってきましたので、1万円台で買えてスペックもそこそこの端末というのも国内向けにも出してほしいかなとは思っています。ということで今回はファーウェイが海外で発表した新型スマートフォンオーナー 8C についてご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。